新曲待てないプリンセスのサブスクが開始されるのでね、サブスクっていうか、まあ、デジタルリリースっていうかねえ、あ、今何するって言ってた？マテプリね、ちょ YouTube で流すわ、マテプリ。あ、間違った、間違えてじゃんけん流しちゃった。バー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 、オッケー。だからもう声ありを流せるってことですよね。皆さんこんにちは、大阪拠点で声がすぐに喉やられそうなるんですけど、よろしく。皆さんこんにちは、大阪を拠点にネイル見せとこう、初めてやんな。大阪を拠点に全国でアイドル活動したいアイドル、18歳174センチ、オチョメンタルパーティーブルー担当下田ねえです。お久しぶりです、1週間ぶり顔出し。元気してました？ゆきた復活ありがとう、復活しました、ありがとう。たけるグモニーおはよう、ハネムルメタングモニーおはよう、グランブルー愛用します、押してよグランブルー、たい焼き絶対おいしいじゃん、ありがとう。あ、これはタンバさん、タンバタンって呼べばいいのかな。お久しぶりです。癖になる良さ、あ、良さがありますか、癖になる、もうやめられない、止まらない、カッパエビセン的なおはよう、すぐ落ちます。ホンマカイト、ありがとう。今日も愛のこと大好きやからいっぱい来てくれてありがとうおはようございます。ライブ終わりでいろいろボサボサでごめんなさい。タンコツタン、こんばんは、こんばんは。で、ね、見たよ、手紙とか届いた、ありがとうね、本当にめちゃめちゃ嬉しかった。もう絶対会おうな。福岡だったっけ、トンコツタンって。福岡だったっけ、あの豚骨ラーメンのイメージで福岡って言ってんねんけど、多分福岡やった気がしてんけど、ちゃうっけ。九州遠征したいな、九州遠征。元気になってそうでよかった、めちゃめちゃ元気、ありがとう。ジルルングマニーおはよう、カペタ用します、おいしてよ。ママ谷さんとまだ喧嘩中ですか？うん、さっき決着つきました一応仮決着。あいよなね、この露出が多いっていうお話をしてて、じゃあ分かったって、ママはどの範囲の露出が嫌なのって言って、このあゆが今手元でガサって撮ったシュープレ 毎月買ってたんですけど、一時期そう、あのシュープレをねちょっと手にガバッと撮って、なんかこれ撮ったこの3冊なんですけど、手に取ったこの3冊でどの範囲が嫌なのか教えてって言って、そうやったんですよね。そう、こちら筋トレ終わりです。お疲れ、カイト。えら、あいも筋トレ今日からやろう。ゆきちゃん、おいしさありがとう。全身タイツは採用されませんでした膝のターン用意します、押してよ。カギちゃんお疲れ様、お疲れ様。おはよう、かぎちゃん今日もライブ来てくれてた。たける髪型かわいい、ありがとう。たんまたん、キンマが中止にへこんでるし、あ、そうだよね、中止になっちゃったよね。あれさ、あゆ好きじゃないな、あのこの人たち好きじゃないって言ったらあれなんだけど、え、だってさ、別にみんな嫌で出てるわけじゃないし、なんなら出たかったイベントって感覚じゃん、かん結構あれって、あれはもう普通に女の子ちゃんたちもかわいそうだなと思った。ファンの方がもちろん、そら予約とかしてくださってた方とかも、遠征準備とかしてくださってた方とかも多分いらっしゃるやろうし、まあ私が出るわけじゃないんですけどね、私がどっかしらのその水着系の撮影会に出る予定はなかったんですけど、普通にあれはかわいそうと思った。うん、ひよりちゃんのことはあゆね詳しく知らないんですよ。なんか、いや、脱退しはったんですよね、そこまでしかまだ知れてなくて。ナミスケタン、グマニー、おはよう。モンスター、こんばんは、こんばんは。リュウタン、こんばんは、こんばんは。おはよう。シンジ、あいおします。押してよ。やば、やっぱ、めっちゃ可愛い。せやろ？もうボロボロやけど。ありがとう。今日から、泥棒だった。あ、違うわ。尼崎だ。間違えた。
どうだった？今日からの天ヶ崎は。たわちゃん、今日も来てくれてありがとうね。ライブお疲れ様。そうだ、今週日曜日、たわちゃんはもうご予約してくれてるんですけど、皆様へ、今週日曜日、東京撮影会があるんですけども、1,2,3 枠空いております。お昼以降なのですが、まだ空いてて、東京撮影会、服はどうしようかな、まだ悩んでます。どういうのがいいと思う？今予約してくれてるのタワちゃんだけかと思う。東京撮影会、皆さんも来てくださりませんか？私が告知不足っていうのもあったんですけど、今回は本当にお待ちしております。初めましても大歓迎なので。ひらのしん、こんばんは。こんばんは。なこたん、レイルかわち。え、めっちゃかわちくない？もう俺が一番かわいいんだけど。かわちいよね。ありがとう。でもね、あ、言っとこ、一瞬曲止まります。何日だろう、何日かまだ分かってないや。糸ねこのネイル剥がすんですよ。そう、ネイル剥がします。髪の毛も取る日程が決まりました。髪の毛とネイルを剥がす日程が、思ったよりも皆様早いですよ。もう残り20日もございません。ですね、まあ一番長く残ってるとしても27日ですね。27日、6月の27日にはもうウルフと爪終わりって感じですかね。25、26かな、25、26に、あとここのインナーも消します。ちなみにもう真っ黒黒の髪の毛にしますね。真っ黒黒の髪、まあいろいろあってちょっとこんな早くなっちゃったんですけど、下田にはネイルを取って、バチバチなね、ま、薄い透明のネイルはするかもしれない。もしかしたら爪が弱くなってるから、そう弱くなってるからすると思うんだけど、ちょっと待ってね。お茶パの予定を見たい、お茶パの予定を見たい。あ、お茶パのこれ、あ、26かな。26に通るかも、ウルフもネイルも。だからそれまでに皆様会いに来てください。会いに来てください。キララン、こんばんは。今日来てくれてありがとう。福岡です。だよね、とんこちさん。え、マジで九州遠征したい、今年叶えたい。うわ、間に合うかな今年。マジ頑張る、九州遠征マジ頑張る。イザナタン、明日ライブ行けるけどチェキ取れない。マジで。じゃあいっぱいその分ライブで愛のこと見てな。ムニムニタン、グモニー、おはよう。ムチュメが肌見せてたら心配だよね。娘いないけども。やっぱそうなんだよね。あ、まあでもわかる、すごい気持ちは、気持ちはわかります。でも愛、別にあゆがいいと思ってるならいいんじゃないとか言ってバトった。よくねって、なんでママにそんな言われなのかも、うちが別にいいと思ってるんだけどみたいな。あゆは別にそれでいいんですけどって、なんならスタイル見せなくてもったいなくないみたいな。こんなスタイルいいのになんで見せちゃダメなのみたいなテンション感でおったらバチ怒られた。ゆきちゃん、なちさん、グッモーニング、おはよう。たまたん、撮影会未成年が参加することに引っかかったらしく。え、あゆやばかったくね。あゆずっと未成年で出てた。なんなら成人してからまだ撮影会、水着撮影会出てない。未成年の時ずっと出てた。半年に 1,2回出てた。今日は初日だったから特になんもなかった。あ、そうなんだ、そうなんだ、お疲れ様です。たわしー、たわしって言った今、たわちゃん、ちょ、たわしへのファンさ、これにするから。今日いっぱいやった。気づいた。
今日来てくださった方々にみんなのファンサ作ると思ってたのに、ゆうきちゃんに言うの忘れてた。次お話しよう。マジ Y だけ、多分 Y の把握してる範囲では4枠だけだから、タワイちゃんだけ。タケル次いつライブ行けるかわからないけど、もう会いたい、もう会いに来てほしい。やっぱね、しおちゃんと写真撮ったからにはその分私のとこに来てくださるってことですね。ホテル代クレカ決済されてなくて現金支払いしたから5000円しかない。あ、そういうこと。ガビーンじゃん。それはライブ代プラス2000円しか、あ、やばいやばいやばい。じゃあソロとソロで来れるね。しんじたん来週定期公演いけるかも。ライブの写真撮りたい。マジでしんじたん待ってる。定期公演来週の衣装かな。待ってる、ありがとう。けんちゃんグーモーニン、キャマカワチーセロ、ありがとう。清楚谷さんになるの。そう、メイクとかは特に変わんないんですけど、みんなの前では。そう、ネイルとかも剥がします。あの、これを剥がす理由は痛い。髪の毛も痛いし、ネイルもすごい痛い。あいつさ、なんかこうする癖はあるんや、鼻をっていうの。これね、ここわかる、このトゲみたいな、このトゲみたいな、ハートのトゲみたいなところ、ハートがすっごいピンピンで、こう触るだけでもすっごい痛いわけなのに、ここ思いっきりってやったら鼻穴開いたんちゃうか、鼻ピュー開けたんちゃうかぐらい痛くて、もうね、すっごい引っかかるんよ。とりあえずこれがいろんなところに、服だとか、もうな、もう全部に引っかかるし、これなんなん、こんなでかいことあるってぐらいでかくて、パーツとかも後ろから見えることあるパーツかみたいな、めっちゃきて、すごい可愛いんだけど、ちょっとあゆにはゴツすぎて、まあ、昨日ちょっとある仕事をしてたんですけど、その時用に、昨日用に髪の毛もネイルも実はしてたんですけど、そうそうなんです、昨日用にしてただけなので、もう外します。うん、ごめんなさい、しばらく会えない、会えてないけど、もうしばらく会えなそう、もうしばらく会えなそうってことかな。ぷやん、これはヨシタン、どのヨシタン、誰、ほんまにやめて、島谷、島谷です。ばあちゃんおはよう。マスオさんこんばんは。全人類が理想とする体型すやろ。たまちゃん、よしまーす。おいせよー。むねさん、こんばんは、こんばんは。むねさんは次いつになったら撮影会撮ってくれるだろうって言おうと思ったら、もう撮らないって言ってた。今、下谷、今来てるアイドル撮っとかんで大丈夫ですか。ごめん、遅れた。よしまーす。おいせよー、りゅういったーん。なこたん、あいちゃんの体型になりたい。なろ、なれるよ。だって毎日ラーメン食べて、これラーメン食べたらなれる、誰でもなれる。今日も5袋食べた、インスタント麺めっちゃ美味しかった。辛ラーメン2袋に塩ラーメン3で足して食べて、すっごい美味しいよーって感じ。自己紹介聞きたいな。はい、自己紹介させてください。大阪を拠点に全国アイドル活動したいアイドル、18歳174センチ、おうちゃんメンタルパーティーブルータッド下谷です。よろしくお願いします。マイプリース、あ、みんなにね、先行発売しちゃおっかな、先行お見せしちゃおっかな。動いてないじゃん。嬉しい嬉しい、たまちゃん、あいも嬉しい。マテプリのサビが可愛すぎてって言ってくれてるから、先行お見せしちゃおう。マテプリのさ、サビをね、 TikTok でバズらしたいんだけど、この振りを決めました。いきます。さあ、デリリル、パウワークワエ曲がりガードまでバクレ、音程やば、
覚えましたか、覚えましたか。これ明日から、今日からあれ配信されるじゃないですか、デジタル。今日の12時00分からあのデジタルリリースされるんですけど、これが TikTok 用の振りでございます。いっぱい明日から投稿してね。まずお茶パが多分明日乗っけると思うんで、さあそっからいっぱい撮ってくださると嬉しいです。だから TikTok で歌詞動画とか作ってくださってる方とかは、そのお茶パの公式音源を使って乗っけてくださると嬉しいです。次いつ行けるかわからないけど、行けるときはなるべくたくさん並ぶ。え、約束だよ本当に。すごいあゆ悲しかったからめっちゃ悲しかったから、もうその日はあゆだけの日にして、他の日は他面行っていいけど。たわちゃんツイッターのアイコンを今日撮ってもらったのに買いました。いい感じ。マジ早く見ないねんけど。イエーありがとう。リクト君、11日ライブ友達と行きます。来た。ありがとう。え、なあなあなあ、11日さ、11日髪型何がいい。ありがとう、お友達さん、お友達さん、リクト君の見てないと思うけど。やったー、いっぱい、楽しんでね。そう、楽しい曲いっぱいあると思うから。ありがとう、毎回東京の単独来てくれて。ほんま、しんじさん、あいちゃん撮るなら上手と下手どっちがいいかな。みんなお茶パーのお茶面、お茶パー先輩方、どこがいいと思いますか。下手か上手。まあ、下手に、下手が多いかも。でも大事なところ上手多いかも。真ん中どこにいるといいと思いますか。下手にいたら取れるけど、上手でも賞味取れる。本当に曲によるかも。でも端にいることが多い。センターはないってこと。まあ、センターの時もあるけど、皆様、下谷推し先輩方々、鼻の穴が増えたんですね。そう、目つになっちゃった。今度から丸いパーツにしようね。あ、そうする。あゆが元気そうで、りょういちったんは幸せです。あら、幸せ幸せ幸せ、ありがとう。 MV 撮影、え、昨日のお仕事のこと、MV ですか。またえ、何のこと、あれれ、おかしい。え、 MV、 え、分かんない。 MV って何だろう。わかりやすい。いでまるもとひろたん、まいどう、おはよう、ぐまに。ツイッターに間に終えると、そうなんですよ、下谷ですね。ツイッター本日2万人朝起きたら突破してました。ありがとうございます。本当にこれからも昇進してまいりますので、皆様は、え、私もうあゆと喋ったことあるけど、僕あゆと喋ったことあるけど、え、あゆ生と会ったことあるけど、まだないのぐらいの自慢の気持ちでいてください。あ、じゃあ来てね。あ、 TikTok も3万2000人突破した気がした。ありがとうございます。あ、 TikTok のけの忘れた。明日のけます。私がラーメン食べ続けたら力士目指せるが、何言ってんの、絶対そんなことない、できない。でもなこたんはやっぱりもう可愛いから、そのままで、でもなこたんが、そう、もうなこたんがしたいことを応援するよ、下谷は。でもそのままでいいからね、本当にダメだよ、それ以上可愛くなったら。だってああいう横並んだ時に、え、アイドルどっちですかっていうの言われる自信しかないじゃん。ピアン、今来てる激アツアイドルの撮影会から行くしかないですよね。ねえ、たわちゃん、ねえ、分かってるね、たわちゃん。大阪も東京も1回目だ。この前は大阪の初めてで、今回東京の初めてだ。あー、ドキドキー。だから、初めましての方大歓迎ですよ。皆様、お待ちしております。しばらく見ぬ間に、ツイッターのフォロワー数がえぐいぐらい伸びてますね。だいぶ前からかな。あー、あれ、いつですか、皆様。
まだ1ヶ月経ってないぐらい、まだ1ヶ月経ってないぐらいですよね。1万超えたの、なんか1日でね1万人増えたんですよ。やばくないですか？めちゃめちゃびっくりして、下谷もめちゃめちゃ嬉しくて、あ下谷見つかったみたいな、絶対そんな自慢げに言うな。もう本当にね、いろいろ奇跡が重なってここまでたくさんの方に見つけていただいたんですけども、ほんまにほんまに98日おみー、あーありがとう。ムネさん、え僕いる、えめっちゃいるけど、えムネさんさ最近会えてなさすぎてマジ胸胸パワーなくなってる。何胸胸パワー。えじゃあ東京撮影会当日枠あるので待ってるね、胸さんありがとう。ねえワンピースかスカートかさ、短パンか、あ短パン無理、短パンだとしてもちょっと長めの短パン、短パンか最近あのあいやね虫刺されがえぐすぎて、今日来てくださった方分かると思うんだけど足の裏めっちゃ噛まれてるんですよね。そうめっちゃ噛まれてて、そう短パンがダメダメ目だよって感じだけど、あミニスカだったら大丈夫。何がいい、でも公園だから虫多いから長袖がいいな、長袖長ズボンがいいけど、みんなに合わせる、撮ってくださった方に、あそうだ100日記念のショールームをさ月曜日にするって言ってたんですけど、月曜日私大阪いませんでした。日曜日じゃ日月東京でした。そうみんなに会えることはないんですけど、月曜日月曜日東京でお仕事があって、あみんな月曜日の夜は開けててね、開けててね、お家でお家で開けててね。まあまあそれは置いといて、そう火曜日にしようかなって思います。火曜日に100日おめハッピーバースデー、100日100日ちょっと過ぎやけど、100日配信連続おめのやつは火曜日にしようと思ってるので、皆様お待ちしてます。ベッドは順調、うん一旦薬飲んでるから、あのお薬があのむくみやすかったり太りやすかったり、あのむくみ太り食欲アップ、あと心臓がバクバクしたりとかいろいろあって、なんかそれですごいすぐイライラしちゃうみたいなとかがあって、あの今本当に無理したら下田に多分本当に倒れると思うから、そうちょっとそれをお薬がなくなるまでは、だから火曜日まで多分病院行かれへんから、今日行かれへんかってん、ああいう行ったけど、そうしんどくなっちゃって行かれへんかったから、そう火曜日に行くからお病院に、そうそのあとかな、ダイエットは覚えれません、まだそこ覚えてください。振り付けかわいいでしょう。タオちゃん覚えきれ、覚えてください。ムネさん自己評価ないので、お茶パワーバカメコさんいっぱいいるので、だから撮影会待ってるね。さすがに残りの現金ゼロにするのはば、サブスクないって言ってからの配信さあ、なんかサブスクってわけじゃないんだよね。ぜ何デジタルリリースっていうのはサブスクとは違って購入しないといけないんだよね、多分アップルミュージックとかで。そうじゃないと聞けないっぽい。会うのは久々だから気合も十分いるとやん。あ後で思い出したからちょっとなこたんがコメントしてくれたらいいよ。さらじ愛用します、押してよ。最後のおかんだけ覚えた、え覚えた、あわんだせマイプリンスにゃーん。なこたん今日撮ったよ、脳内パステルさんの It will be love you or I need you back だにして、月バラのキャンパス何色ですか、君の中を鮮やかにアウトして、ハハートなく冬みたいなやつ撮った。そうそれ今日のっけようと思ってたのに忘れてた、ごめん。こさつれ徹底的にダンス指導お願いします。でもあいもダンス下手だけどいいよ。
約束する。俺もスタンプカード使うか迷ったけど使ってしまったから次愛ちゃんだけ内容来る。絶対そうして待ってる。ありがとう。一応ライブ取りに行けるようにチケット叩いておりますので。あ、そうなの、宗様。ちょっとじゃあ撮影会待ってます。向かって右側かな。あ、下谷はじゃあ向かって右側が多い。え、でも下手ってよく言われるんだけど、だからどっちでもいいかな。わしは広報彼氏専門。広報彼氏どうぞどうぞ。彼氏って今度じゃあフルワッチャ彼氏っぽい声ってやっとこう。彼氏ってこういう意味でしょ。ここなこたんマテプリのお人形さん昔買っててお家に刺さってて笑っちゃった。お人形このあのバあのバービーじゃない、あのリカちゃん人形足取れてんだあれ撮影中に。私は神手で爆裂スローをもらい落ちました。ほな神手や嬉しい。もうだってさびっくりしたんよ。なんか可愛い女の子ちゃんがさパッて見たらさ愛のこと撮ってくれてんだぜ。照れるよね爪黒いな不健康。そうなんよ、ちょっとお菓子とか甘いもん食べすぎて黒くなっちゃった。中二病みたい、やめよう真ん中以外だと神手ですかね。 MC 撮るのが面白いので。あ、 MC の時が面白い、じゃあ神手だ。確かに構うことが多いかも。ちょい痩せたか。え、やっぱみんなそう言うね。でもね、この太るお薬飲んでから4キロ太ってるんよ。でも本当に太ってるはずなんだけど、まんべんなく肉ついたのかな。もうさくらちゃん言ってたよ。え、何のことかな。え、 MV って何のことかな。ダッティこんばんは。こんばんは。あつー、しんじさんありがとうございます。カメラに出ます。待ってるね、いっぱい。しんじですってカメラに書いててそれか青のペンライト持ってて、なんかあゆあゆを知って分かりやすいのあったらめちゃめちゃ、あの他の人とかにもすごいアピールするんだけど、あゆあゆさん中心にあのファンサしたりカメラ目線送ったりするの。そう、申し訳ないんだけど、そう、それがあるから他の人にも目線送るけど、やっぱ多いのはあゆおしさんに送ることが多いから、そう、なんかあゆおしっていう分かりやすいの持っててくださったら嬉しい。しむらたん可愛すぎる。ほんま、ありがとう。もうマイプリンスやな。ボイス的届いたよ。ほんま、マサルチどうやった、届いた、ありがとう。ハドンナイツやんな、応援ありがとう。スギッチーグモニーアイオー、ゲンちゃんお風呂入るので落ちます。おやすみ、またね。お風呂いっぱい入ってください。さすがにアイドルがどっちかわかるよ。さすがにわかっちゃうね。いや、うん、何言うてんの何言うてんの。この前のチェキも顔の大きさ、アイの方が大きかったで。もう横並んでる時は後ろ下がったもん絶対言うな、絶対言うな。ファンの方をもっと立たせろよな今週やっと初めて会えるかも。マジ？ゆきたん待ってる、ありがとう。たーちゃん大阪と東京の撮影会行くなんて自分でもアグレッシブやなと思いますさすが、めちゃめちゃ嬉しい。じゃあ長袖、長袖なんかまたあの、あ、何でも言いたかったマスギチロウこんばんは。こんばんは。何でもいいってこと？タケル、もう少しでアイちゃんの配信累計100いく。あ、でも確かにそうだよね。だってアイが初め復活配信してからバーって来てくれてるから、うわすごい、タケルありがとう。カーくん、さらにアイカイレになったね。おー、ほんとありがとう。火曜日か、自分の誕生日です。あ、スギちゃん、じゃあ一緒にさお祝いしよう。ケーキ一緒に、スギちゃんのハッピーバースデーソングも歌うからさ、絶対来たいな配信。何時からするだろう、まあ、8時9時だと思います。夕方ではあります。むくみは分からんけど食欲が増えてさ、増えた。ああ、ありがとう、すぎる天才か。いや、こちらこそだよ本当に。あゆも今まで撮りたかったんだけど一歩踏み出せなかったからさ、そう、踏み出す背中を押してくれてありがとうだよ、なこたん本当に。大丈夫かな、開けて大丈夫かなあれ。え、なんか緊張するんだけど、すごい大阪のアイドルさんの曲使うの。
明日乗っけるね。ありがとう。大吾ヤッホー。おはよう大吾。大吾のなシャボン玉めちゃめちゃ好評よ弟に。ありがとう。これからもいっぱい弟と遊ばせていただきます。なこたんがそうなんかクマしてみたいに言ってたんだけど、クマができなくてメンダコみたいになっちゃった、ごめんね。カスタングモニー、あ、おはよう、おはよう。ツッチグモニー、おはよう。ちょっと次のマテプリが終わったら終わろうかな。だからコメントポーンって呼んでくれ。6月3日誕生日だった、おいしい気が誕生日プレゼントになったかも。課金したの自分だけど、よかった。じゃあ Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday dear Makaru, Happy birthday to you, アメリカ。アスナ隊長こんばんは、こんばんは。アスナ隊長来てくれてありがとう。こんばんは。上手ってどっち？うーん、下手に右手で、下手だからみんなから見て右手。うん、元気になってよかったよかった。とんこつラーメン食べたい。ファンさん見逃す率が高いから頑張ります。おめでたわちゃん、緊張してか分からんけど斜め上見てることあるから、もうあゆずっとたわちゃんのこと見てんのにって。サブスク出るね、嬉しい。あ、出ました、解禁。お茶葉のサブスク、イエーイ。いっぱい聞いてください。ケンケン事務連絡、アップルミュージック OK でした。どういうことだろう、事務連絡。あ、待って、みんなアップルミュージックでマテプリゲットしたらアラームとか携帯の音とかにできるんだ。あ、待って、アップルミュージックってさ、アップルのしかしさ入れられないんじゃないの。嘘、アップルじゃない方どうしたらいいの。ひらぱーこんばんは。あのペンライト持って写真撮るよ。あ、ほんまに人多そうだから撮れるかどうか分からんけど大丈夫だよ。無料定期が終わってから一旦落ち着いてるかな。うん、一旦お、まあ今だけだと思うんだけど落ち着いてます、現場は。そうだから撮りやすいと思う。意外にわし6月20日バースデー。 OK、 6月20日はバースデーって、もう一回ちょ、みんなのさ、あの誕生日まとめ本当に早く作るから待って、ごめん。手帳誰かプレゼントしてくれない、ちょっとあの固めのやつ、あの折れない程度の可愛い感じ、水色がいいな、わがまま、ごめん。可愛い可愛いラビオみたいな、パステルカラーがいいな。手帳誰か待ってます。あ、ディズニーキャラクターとかすごい可愛いかも。嘘嘘、あ、でも本当、でも嘘、でも本当、手帳。え、嘘嘘。マーシャルチーお藤さんありがとう。マーパスさん今月3周年なのでベストタイミングするギル、ほんと助かる。メンダコも助かる。そうなんだ、マーパスさん3周年なんだ今月、すごい。チキ代は1枚分しか買えない。まあそれはもうおしめに言ってください。コータスタツグモニー、グモニー、おはよう。 アワーっていうのかな、サブスク変わりました。聞いてください、いっぱい聞いてね。 Android でも Apple Music 使えるよ。そうなんや、 Apple Music でも追加して。さすがすぎる、ありがとう。たわちゃん日曜日の撮影会楽しみにしてるけど体調ごめん今されずに。え、マジで全然大丈夫、ありがとう。ワイの誕生日はおばあさまと同じ日、そう8月7日うちのおばあちゃんと一緒。鎖骨じゃ、鎖骨に行き詰まーくや。俺はもう祝ってもらったからまだ遠いね、まだまだだね。ちょっとじゃあ来年もよろしく。気づいたら手帳10冊くらい届くで、ダメだ。でもそれはそれで全部使う、そうだって予定かぶった時とかに、あ、じゃあこっちの手帳に書こうってできるでしょ。あいたん、サトリン、ヤッホー。歩み寄で行きたかったのにごめんよ。うん、みよかちゃん優先してね。全然大丈夫。手帳がいっぱい届くよか。待ってる。
まあそんなこんなで本日ももう時間となりましたので、この後 TikTok とかにももう配信スタートされてるみたいなので、ぜひぜひ TikTok もお待ちしております。最後に自己紹介します。あ、言い残したタイムとランキング読むの忘れてた、忘れてたわけじゃないよ、ごめんね。あ、あと大事なこともあるからもうちょっと待ってね。本日のランキング見ます。みんな言い残したタイムしてて、本日のランキング5位ゆきちゃんありがとう、4位かぎちゃんありがとう、3位はやとさんありがとう、はやとさんありがとう、2位ゆきたんありがとう、1位まさるちありがとう、いっぱい、はい、皆様今日も最強、今日も最強、ありがとう。告知を少しさせていただこうと思います。明日もですね、大阪で朝単独公演がありましてから、当日券もございますので直接お越しください。大阪で単独公演が朝あってから11時半開演ですね、あってから夜アメリカ村で台湾ライブトリオを務めさせていただきます。ビヨンドさんでトリオを務めさせていただきますってのと、あさっては東京に行って、あさっては東京に行って単独公演をまず午前にしてから、こちらも当日券まであるし、まだ事前も予約はあるので、ぜひぜひ、全てこれカレンダーから予約できるのでね、皆様、私の一番カレンダーっていうのがあるので、固定ツイートのところにそこから見れるのと、その後に東京撮影会、野外撮影、小撮の野外撮影会があるのと、で、あって、で、月曜日、まあいろいろ、まあ過ぎていって、まあいろいろあります。いろいろあります。いろいろあって、まあ詳しい細かい予定は、来週の予定はまたカレンダーとか見て、スケジュールを見てくださると嬉しいんですけど、これ大事なことだから言うね。7月7日大阪ですね、7月7日にめちゃめちゃ重要な大阪のライブが入るのと、7月9日あれって神奈川県なのかな、東京になるのか分かんないんだけど、バチボコ、バチボコ大事なライブ入ります。本当に、あ、告知一回したのかな、ツイッターかインスタでしてるんかな、東京か神奈川かどっちか分かんないんだけど、バチボコ重要ライブあります、7月9日日曜日に、そこは本当に来てほしいです、お願いします、本当に。だから7月7日は大阪、7月9日は関東、開けててください、お願いします。はい、告知は一旦こんな感じで、あと夏には透明版ワンコインワンマンツアーとかもあったりとか、本当にたくさんあるので、私のツイッターとかお茶メンタルパーティーの公式のフォローしていただいて、はい、見てください。待ってろね、重要なやつ参加できないよね、悲しみ。まあでも来れるところね、みんな無理してまでは本当に大丈夫だけど、無理してほしいけど無理しなくて大丈夫、本当に思い寄る、何、あ、行かないととか思ってまでは本当に大丈夫なんだけど、来てほしいけど大丈夫。でも本当に自分が楽しいなって思える範囲で応援してくださると嬉しいです。いっぱい来てほしいけど、撮影会とかも参加してほしいけど、いっぱい来てほしいな。でも本当にみんなが楽しい範囲で応援してくださると嬉しいです。たくさんいろいろイベントあんのでお待ちしております。お疲れ様、お疲れ、お疲れ様みんな。なこったん、このアユが一番可愛いと思ってるクマの、何これ、なんだ、ギフト、これなんて言うんだったっけ、これです。ありがとう、水色のクマちゃん、高いのにありがとう、ありがとう、ビッグラブ、イルアミラを愛にゆた。最後に TikTok ありがとう、書き抜きしました。最後だが、ありがとう、ありがとう、本当に明日のっける、覚えてて、愛が覚えてて。待ってるね、ほんまの豚骨ラーメン食べに行く。あ、東京ね、天気悪いらしい、みんなも気をつけてね。
スタロボトのライブ来てくれる、ありがとう、待ってます。明日も朝早いので終わります。それでは以上、下谷愛でした。またねー。